インイングリッシュはエデック社発行の英語教科書である略称プログレス。また本項目ではマイナーチェンジ版であるプログレスインイングリッシュ21についても解説する。主に私立や公立の中高一貫校で使われている。比較的難度が高く単語数も非常に多い。1年で1冊の計算でブック1から6までの6冊に分かれている。 著者は、六甲学院や体成学園で教弁をとっていた、イエズス会の神父、ロバート・エムフリンである。表紙の色は、ブック1から順に、青、赤、緑、ベージュ、灰、紫。本には、カセットテープが付属し、ヒアリングの練習が家庭でもできるようになっている。登場人物は、ジロー、ケイコ、ケビをはじめ、ブラック先生やブラウン先生、リーファンや、 ワンサンなどが登場する。そして、一つの単元ごとにシーン、ルック、プラクティスやポイントなどがついている。SD リピーターは1万円少しかかり、SD 自体も1万円弱する。上記のプログレス・イン・イングリッシュをもとに、ロバート・ケイサラらが監修し、アザブ学園、栄光学園、精神女子学院の中学校、高等学校の英語教師が執筆したものが、 プログレス・インイングリッシュ21である。2003年4月1日にブック1の第1版を発行。2008年4月1日にブック5の第1版を発行し、5冊全部が揃った。著作権はイエズ・ス会出版にある。2011年春リバイズドとして改定された。ブック1からブック5までの5冊で構成。扱う。 文法項目自体には変更はないが、ページのレイアウトを変更した。また、ブック1、ブック3は、文法確認問題を追加するなどし、ブック4、ブック5は、例文と単語の派生語や範囲語が音声で聞けるようになった。ありがとうございます。